来れてないけど応援してたよって方もありがとうございました。そう、ありがとう。やっぱりとっても楽しかったです。ありがとうございました。行けなかった、行けなかった。じゃあ次もしやったら来てほしいな、来てほしいな。さちありがとうございました。ありがとう。実はね、お洋服も可愛かったです。嬉しい。あれはね、昨日買った買いたてほやほやのお洋服だったんですよ。ちなみにね、そう、服も、あ、服じゃない、靴も買いたてで昨日買ったんでですよ。で、革靴だったので靴ずれができちゃった。まあ、カーチーから OK です。サチタンスチしてありがとう、嬉しい。あの、そうで、ここの横にね、リボンつけてたんだけど、あ、そう、今日リボンついてて可愛かった、ありがしょう、ありがしょう。そう、リボンもね、昨日買ったの。そう、いたたたたでしょ。あ、サチタンスチスチありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。チスチありがとう。今日もサチ可愛かった、嬉しい、来てくれてありがとう。コーンスープはね、飲んでない。サチ結構ね、なんていうの、ピョンっていて、ピョンって帰った感じだったから、あんまり他のもの見れてないそう、サチタンスチスチありがとう。そう、コーンスープがあったんだね。サチ飲んでないや。お弁当と広島モーブみたいな、あのなんかマシュマロの差し入れはいただきました。美味しかった、もう食べちゃった、どっちもそう、かわいいよー、ありがとうこんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれて。今日はちょっと少なめ、いつもより15分ぐらい、ちょっと少なめだけど、ちょっと少なめ今日は。そっち間近で見てた気がします。そう、ありがとう、キュンキュン。ちょっとリップの色薄いな、どう思う？そっちは薄いと、まあいっか、おちおちです。ちょっとだけになっちゃうけど、薄いのが可愛い、嬉しい、ありがとうツーショット一生大切にする。そう言ってくれて嬉しい、ありがとう。ぜひ一生大切にしてそう、28日僕の楽しい、ありがとう、待ってます。あ、そうそうそう、AKB48 チケットセンターにて、5月6日に行われる 2.5 期さんとお台場で野外ライブを行うんですけど、行うんですよ。5月6日ゴールデンウィーク最終日に行いますので、で、そのチケットの締め切りがですね、本日23時59分までですので、 AKB チケットセンターさんを見て、ぜひちょっとでも気になってくださったら来てほしいです。 ST48 スチスチ、 2.5 期さんスチスチ、3期生さんスチスチになるからね、ぜひ来てほしいそんな楽しい瀬取りだし、そう、レッスンも今頑張ってるので、ぜひ待ってます。サチタンスチスチにもなれるよそう、スチスチ攻撃、そう、ありがとう、ぜひ待ってます。今日までです、 AKB チケットセンターさんの締め切りは。好きな子の時、ブブ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 、これが、そう、スッチスッチ、丸、そう、ゴール、今日
今日もお疲れたん、ゆっくり休んでね、ありがとう。みんなのおかげで楽しかったよ。そう、ケープでね、ちょっと今日は結構固めてるので硬いですね。今日初めまして、よかった。こちらこそありがとう、来てくれて。スーちゃん、スーチー、スーチー、ありがとう。スチスチがね、みんないろんな方が、たくさんの方がスチスチ覚えてくれて嬉しい。スチさん、スチスチ、ユチさん、スチスチ、サチさん、スチスチ。僕大会はうちは持っていく。何色って、ね、何色文字がいいですか。サチのペンライトが黄色と白と黄色なので、その2色をが嬉しいな、その2色嬉しいなって思ってるよ。ごきげんよう、ごきげんよう。スッチスッチはやっぱさちゃんがありがとう。パセリさんもスッチスッチ、お、え、本当ですか、嬉しい。パセリさんスッチスッチ、そう、さちゃんスッチスッチ、そう、みんな覚えてくれてありがとう。さちゃんスッチスッチなんですよ。さっきずっとニクニクしてかわいかった。え、嬉しい、楽しかったですから。いよきまーさんに似てる、さっき、え、嬉しいんだけど、もう本当にもっと言っていいよ。本当に大好き、いよきまーさん、ご期生さん大好き、乃木坂さん大好き。さっきのスチスチ、そう、嬉しい、ありがとう。そう、ツーショットありがとう、ありがとう、こちらこそ、こちらこそですよ、ありがとうございます。今日帰って結局寝ててたんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。そちさん今日いっぱいやることね決めてたのに、帰ったらもう爆睡してた。なんかもう昼寝とかいうレベルじゃなかったよね、あれは。そう、お疲れ様、ありがとう。ごま来てくれてありがとう。来月からサッチもおばめて、ありがとう、嬉しい、ありがとう。そうなんだよね、寝る子を育つから、寝てもオッチーです、全然オッチーです。あ、そう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 、床なんだけど、座椅子を手に入れたのね、サッチは。で、そう、寝ないために座椅子を買ったんだけど、ありがとう、来てくれて、お手振りサッチ。そう、お手振りサッチ。そう、寝ないために、座っておくために座椅子を買ったんだけど、座椅子って倒せるじゃん、最後まで。ちゃんと一直線になるじゃん。だから、そう、最初は多分立てて寝てたんだけど、眠すぎて無意識のうちに座椅子を真っ平らにして普通にベッドとして普通に寝てたです。そうです、だからサッチーは座椅子を買っても買わなくてもどこでもいつでもどこでも寝るということが発覚されました。はい、みんなすごい反応ありがとう。みんなびっくりしてる。そう、余計に寝やすく、そうなんですよ、余計に、そう、だからそう、床だったらなんか痛いから多分だから2時間長くても2時間とかで多分起きてたの、いつも。でも普通にベッドだから、で毛布もかけてたし、薄いけどね、薄いけど毛布もかけてたから、そう、もう普通にちょっと短めの睡眠ぐらい、5時間ぐらい寝てた。みんな C だよ、これは。まあいいんですよ、こういう日もあって、こういう日があるから、こういう日があるからね、こうしっかりした日がね、際立ってね。誰か言ってましたよね、確か。なんかこういう子がいるから、こういう子がなったことなんて、確かにって思って、そう、
ね、そう、起きてさ、まだ8時とかだったから、まだいいけど。そう、だから私そうなんですよ。夜行バスとか多分、一回乗ったことあるんだけど、全然平気だった。結構ね、怖くて乗るのが、ちょっと見ていい？あ、でもまだまだ、なんとなく、なんとなく大丈夫ですね。あ、え？あ、よかったよかった。今コメントがなくなったと。翌日に20だったか ない。あ、ないない。そう、夜行バスでね、結構寝るし、寝てましたね。寝てました。意外と大丈夫でした。そう。何時間くらいのバスだった？その時は6時間とか、大阪じゃなくて京都大阪に行った時、行った時です。そう、寝れないかもと思っていろいろ持ってたのね。アイマスクとか何にもいらなかった。普通にもうすぐって寝てましたね。でもな、なんかみんなが一緒だったから安心して寝てたっていうのもあるかもしれない。多分一人だったら寝てないか。まあ一人で乗ることはあんまないか。6時間、確かに。魚、大人気の魚食べましたよ。美味しく、今日はなんか早かったので結構全種類あった感じがありましたね。結構全種類、いつも大体同じの食べてるんですけど、今日はなんか全種類あったので、全種類ありました。そうです。 やっぱあそこの弁当って美味しいよね。わっ、え、長っ。14時間か でも、寝ても、え、てかさ、昼間のさ、昼間の夜行バスに乗ったことないのね、そっち。昼間の夜行バスってさ、電気消えるの？なんか夜はさ、電気消えるからさ、スマホがいじれないじゃん。だから、あれだけど、昼だったら消えるのかな。こんばんは、来てくれてありがとう。昼間の夜行バス。昼は消えてもか。ああ、そっかそっか。ちょっと待って。そうだね、確かに。昼間の夜行バス。そっか、夜に移動するから夜行バスっていうか。昼間バス。昼の高速バスになるのか。なるほどね。なるほどね。うーん、そうなんじゃ。カーテンないんじゃね。高速、そっか。高速バスになるのか。昼間の夜行バス。あ、なるほどね。確かに。他の夜行の意味とは何でしょうって感じ。じゃあ43分になったら、壇上もさせていただきます。寝てるときはよだれっち。よだれが垂れませんね。よだれなんて生成されません、さっちは。ティラリン。あ、43分になったので、壇上読まさせていただきます。13位、のりさん。12位、のぶさん。11位、シャイニングフィンガーさん。10位、豊中のひろさん。9位、炭酸せんべいさん。8位、くまのみのさん。7位、アハタさん。6位、トンさん。5位、りょうつさん。4位、安部さん。3位、くまねパパさん。ありがとう。そして2位は、台湾のコウさん。ありがとう。
そして1位はブルーさん。詰まっちゃった。うん、ありがとう。ごめんね、ありがとう。咳込んじゃったけど、ありがとう、来てくれて。今日も皆さん配信を見に来てくださってありがとうございました。ありがとう。ゆっくりしちゃって。今日本日ね、2月25日は私のね、同期、大切な同期、3期研究生の清水梨紗子ちゃんの最終活動日なんですよ、本日。はい、ですので、多分ショールームはどうなるんだろう、やるかはちょっと全然サチは今日はちょっと時間がね合わなくて会えてないんですけど、ぜひもしショールームやってたらぜひ誰って感じだけど行ってみてください。行ってみてくださいって誰、私。いや大好きなんで、ちょっとそう、梨紗子大好きって感じ。 LOVE 梨紗子大好き。そう、まだでもやるか分かんないんですけど、何も話は今のところ聞いてないので、そう、会ってないんですよね今日。だからそう、多分最後の配信になるのかな、今日が。もし会ったらぜひ行ってみてください。私誰って感じだけど、ちょっと許して。そう、好きだから梨紗子のこと。そうで、でーすという感じで、そう、山口が一緒だもん。もう私の心がなんかね、心にぽっかり穴が開くってこういう感じなんだなって最近思うんだ。そう、行ってみてね。そう心に穴がぽっかりって感じで、もまあ頑張ります。頑張ります。そう、みんなで頑張ります。梨紗子も頑張ります。イエーイという感じで、はい、あ、46分だということで、本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん、本日はお話し会、ツーショット撮影会来てくださってありがとうございました。来てないけど行きたかったし、ずっと応援してたよって方もありがとねー。ということで、本日の配信はこの辺で終わろうと思います。みんな今日一日お疲れ様。今から X を投稿するのでぜひ見てください。ということで、みんなおやすみ。まだ寝ないけど、今日も一日お疲れ様、ありがとうね。まっちゃねー。